金洋寺は兵庫県伊丹市寺本にある高野山真言宗の寺院。三号は金籠山。行基が創立した木内四十九院の一つ。西国街道沿いに位置し、地元では小屋寺や行基山と呼ばれて親しまれている。本尊は薬師如来像で行基自作と伝えられる。解散以来秘物であったが、現在は開庁されている。天平三年に、 行基が、混用地を造成するのと、並行して、貧民救済を目的とした、混用繊維を創建したのが、当時の起こりである。天平五年、第45代、聖武天皇の直眼寺となって、仮覧が整備され、36房のシーンを設け、周辺を開墾し、荘園化して発展した。天正七年、有岡城に牢城する、荒木村重と、織田信長の合戦。 有岡城の戦いに巻き込まれて消失したが後に再興され、江戸時代は旧家寺の達中を有していた。1995年の阪神、淡路大震災で被災したが、復旧がなされた。観音堂山門兵庫伝説機構。兵庫歴史ステーション金用寺山門。伊丹市ホームページ荘園は、小屋省と呼ばれ、足利高氏は、兼務三年に、 高野山愛用院の小屋商領友と混用寺による現地支配を安堵している。今弱物語集、巻29節国来小屋児童、昭五第17。ありがとうございます。